アダルトン近いところで高萩、うん、ブロックをする逆サイド内だ、まあ、両ワイドの特徴も生かせて、そして高萩ですよね、アダルトンがドリブル開始すると大体ここにサポートに行ってそこから変化を作ってますよね、内田もよく入ってきましたし、最後しっかりファード